シャヤビデオ。あやちゃん、あれ桜ある。すごい、かわいい。行ってみよう。なんかいい感じで、一つだけ。すごい。やっぱり、桜咲くねんな。めっちゃ満開やな、今。なあ、いいね。東公園とかもじゃあ満開かも。そうなんやろな。花見したいわ。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗やな。うわぁ、すげぇ。近いな。近い。触れるほどの距離です。わお、そりゃいいね。これあれやんな、この葉っぱが桜餅に使われるやつやんな。ねえ、つかな。わあ。めっちゃ良かった。うん、やばかった。あ、やばかった。あー、満たされた。なんかあれやな、あの浄化されていく。ちょっとびっくりしたもんな。なんかラベルやっぱかっこいい。なんかかっこよかったな。なんかあのラベル3曲目な、うん、ラベルの他の曲聞いたことあったやんか、うんうん、だからやっぱラベルの癖みたいなのがやっぱ曲に現れてたよね。そうやな、粒みたいに吹くんやなと思って。そのあと、もうなんかすっごいドラマチックやったな。ほんまにこうなんか崩れていくような美しさみたいなのが書いてあったんですね。それがもう絵が浮かぶ、音楽ってこんなに絵浮かぶんやっていうぐらいにちょっともう感動した。ちょっとピアノもうちょっと涙出ちゃった。珍しい。すっごい、なんかまあ知ってる子っていうのもあるかもしれんけど、もうなんかこんな美しいの出せるんや、なんかもうあーってすっごい良かった。
なんかさ、うちらはさ、うん、ピアノ弾けるわけじゃないやん、うん、だから技術的なこととか、うん、多分よくわからんやんか、うん、うまいんだ下手なんだっていうのは、ね、うん、もうわからんやんか、純粋に音楽として聴くやん。で、うん、クラシックの音楽も聴いたことないやん、ほとんど、うんうんうん、有名なやつぐらいやんか、うん、だから初見やん、言ったら初めて触れるやんか、うん、でも年は重ねてるから、そう、それ経験がいっぱいあって、うん、辛いこととか楽しかったこととかが積み重なってるから情緒がすごい育ってるわけよ、うん、だからその曲の作った意図みたいな、まあ喋ってくれたり文章でな、そのレジュメ送ってくれててな、もともとそれを読んで、でそういうことを作曲家は考えながら作ったんやとか、うん、イメージして作ったんやっていうので、音楽と自分のその育った情緒が重なってやっぱり映像とかこう膨らむねんよな。わかる。でそれで感動できるんやって気づいて、それはちっちゃい時にはあんまり感じれへん、なんかこう良さみたいなのが、年取ってなんかこういうの聞いたら深みが分かるっていうのはこういうことなんやなってやっと分かったよ。まあ確かに言う通りよ、うん、いやよかったね、あやちゃん。雨も心地いいわ、なんか今すごい、なんやろね、なんか今までピアノのコンサート何回か行ったことあるけどさ、なんか今日が一番なんか来たわ。でもやっぱさ、一緒に終わってから、うん、お話ですよね、きっと。そうそう、今最後にマリナさんっていう方なんですけども、お話をして、その時にやっぱりその自分にできることは何かって思って音楽しかないって言ってやったっていう、なんかそういう感情を込めたところがちゃんと伝わったみたいな。そうね、なんかすごい本人も感極まってはって、で僕も感極まってはって、なんか2人泣きながら3人でうーんって何かしたいよなみたいな、ね、そう、やっぱクリエイター同士だからすごい響いたというか、ね、優しいすごい降ってきたっていう感じのあれやったね。じゃあ、すごいほんまに感謝ですよね。うん、お花も綺麗やわ。じゃあ今日はこの後は美味しいディナーへ行きましょう。レッツゴー。ありがとう、プチパレ。今日はプチパレの中全然映してないけど、プチパレは以前動画にしてるんでよかったら見てね。ちょっと同系統の質感やから、なんか変えた方がいいかな。確かに。かわいい。あと一個。どんなお花にしましたか？わら、かわいい、かわいい、いいお花やな。ポジティブな色味やね。うん、すごい綺麗。かわいい、良きですね。肉肉しい？肉肉しくはない。どういうこと？おお、意味わからへんけど、いいね。優勝した感じ。素敵なお家いつか住もう。かっこいい。素敵なお家。さあもうすぐです。うわーすげえ。ほぼ満開やね、あやちゃん。満開やんな。なあ。そこへ満開ちゃう？そこへ満開かな。間に合わんか。うわー。
てあやちゃん、向かいに見えるのがイグレックだよ。これが黒イグレックです。こんにちは。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。今日はよろしく。シェフも席どこがいい。これがブドウとチェリーかな。ブドウとチェリーのジュース。炭酸。で、キクアレイナ。いつもの A ちゃんのスタイル。そう。あ、でも甘いのやから、もう結構甘なるかな。一回飲んでみたら。そっか。やばいやん、今日ずっと香里ちゃんの前で美味しいな。あ、もう目に焼き付ける。別に日本帰るわけじゃないから。いや、ほんまそれ。ちょっと笑けて売れる、やめて。いただきます。アイアンテイスティングが。うん。ほんまや。結構甘い。あ、ほんと。マルチホール。すげえ。わー、生きてるわー、アイちゃん。では、アイちゃん。はい。8周年。8周年。そして8万人。8万人。8記念。おめでとう。そして友達がお疲れ様。お疲れ様。おいしい。そう。うん。飲みやすいね。これはいいです。おいしい。久しぶり。てか、そう、ビールも久々。ほんま我慢した甲斐があったわ。そう、ちょっと風もあったしな。超楽しい。もう多分今までのなんか溜めた分が爆発しそう。今日ピアノも聴いたからさ、やばい。何か出てきました。こちら和牛のバオ出してすげーな。和牛のバオ、うん、うまそうじゃない。赤いかわいい葉っぱが乗ってます。うん。やばい。うまっ。美味しい。粒マスタードのめっちゃあって美味しい。そう。普通にめっちゃ美味しい。最高だね。じゃあですね、下がヨーグルトのパルフェと、プチポアを、茹でたキュイソのジュレですね。わー、はい、すごい、はい、ありがとうございます。楽しいな。楽しいな。不思議な世界観ですね。わー、うまっ。このパルフェがめっちゃ、何この不思議な食感。おいしい。エンターテインメントですわ。今日は本当にエンタメの話やね。なんかさ、ずっとバイトさせていただいててさ、いつも見るだけやったからさ、こうこれをなんかこうね、何年か越しに今度食べに来てるっていうのはすごい嬉しい。美味しいな。美味しい。甘いな、プチプワ。うん。ジュレの味がね、すごい。だしっぽい、なんて言ったらいい。ああ、確かに。いいだし効いてるよな。これ香りやばいよな。
初めてこのスライスしたトリュフ。どっか目いってた。何これ、優しさに包まれたな。優しいさにやった。すごっ、なんかすっごいトリュフの香りするやん。でも飲むとそういう濃さがなくて、マジでなんかふんわり。こんな贅沢なバーの楽しみ方があったら、なんかもうちょっと浴びたいぐらい。ヒラメはさ、結構意外とこなんていう食感がある、しっかりしてるから、うん、すげえ。ヤリカの、イカの刺身というか、まあ、ちょっと軽く炙ったりしてる。へぇー、海鮮玉ではないんですけど、はい、とアーチショックしたのがアーチショック、ほんまや。ソースはヨーグルトとディル、ディルの、あー、ディル、はい、うん、ありがとうございます。お皿と色が合いますね。新鮮な色ですね。ねえ、いい。ソースがめっちゃバラ、やっぱヨーグルトソース、うん、アーティーチョークもこんな味なんや。美味しい。なんか、うん、大人の味やな。アーティーチョークじゃなくて、なんか苦いタケノコみたいな。うん、うん、イカほんまな、飛んでった、柔らかすぎて、うん、柔らかいっていっちゃった。アーティーチョークと一緒に食べたら3倍美味しくなった。びっくりした。何このペアリング、うん、まペアリングがくるくるブーブレー、シュナンブラン、あ、またちゃいますね。あ、甘い、甘い、これ愛ちゃん好きだと思う。あ、めっちゃ美味しい。これ元で書いてるぐらいな。うん、エピ、はい、エビです。3皿目の前菜が天使エビに軽く火を通したものに、上にはキュウリとセロリのサラダ、味噌とヘゼルナッツのソースを添えてます。感じたことない味がいつも出てくるからびっくりする。めっちゃエンターテインメントやでな、サプライズがあんねん。すごい、エビも、エビもなんかもうなんていうの、サラダみたいな、なんて言ったんやろな、フルーツみたいな、でもサラダみたいな、フルーツ、フルーツとサラダのなんか、爽やか。コーンのロースト、はい、付け合わせに火を入れたキャベツ、レタスの中にアサリが入ってます。アサリ、と茶色のソースが、こちらもあんこを使ったお出汁のソース。すごい、やっぱあんこってめっちゃ白身なんや。白身ですごいジューシーじゃない、なんか鶏みたい、鶏みたい、鶏肉みたい、うん、肉肉し、似た肉肉し。ソースめっちゃうまいな、このソースめっちゃうまい、やっぱうまい、やっぱ大変ないね。うん、ドットの柔らかい感じとさ、プリプリした感じと、このサクサクした食感で、食感もすごい楽しい。素晴らしい。素晴らしいね、これ。週一で行くか。お金足りへんか。見てこのオムレツ。でかっ。あ、
2016年なので、ちょっと熟してますね。素晴らしい。が、メインのハンタードのロティです。はい、ホワイトアスパラガスのソテーと、あとサラダ添えてます。はい、ソースも、ハンタードのジュノソースになってますので、お召し上がりください。はい、ありがとうございます。見て、このさ、ナイフがめっちゃかっこよくない？すんごいかっこいい。今日のピアノ思い出しちゃったかも。うまいわ。ソースもめっちゃやばいな。これはうまい。これは2000皿ぐらいいきますね。関さん、本日のデザートがプディングに ラムレーズンのムースと発酵させたいちごのシャーベットに、上にチュイルと木いちごのパウダーを添えてます。チュイルって何？薄いクッキーみたいなもの。まだベティベティプディング、このものあ、いった。これアメリのやつや。アメリで見た。うまい。香りないわ。感じちゃってる。たっぷり感じました。すごい。パリパリのも美味しいですよ。美味しいよな。香りの味がする。どういうこと？いやめて、誤解を招く言い方。もうさっきからこれを使ってくるか。いや、俺大体かおちゃんのさ、デザート食べたらさ、もう香りの味がするって言ってるよ。毎回言ってるよ。香りってなってるから。いやー、ほんまに美味しいな。めっちゃ美味しい。やばっ。ごちそうさん、本当にゆくりゆくおすすめなんで、ぜひマシがもう愛してやまないお店なので、ぜひ来てください。ここには100日以上通ってるのバイトで。懐かしさもある、うん、でもなんか家みたいな感じはする。そうやな、めっちゃよくしてくれる。いや、もうほんとここの俺どんだけまかない食べたか。うんまあまかない言って。いや、ほんまになんかリラックスしてファンが食べれました。ありがとう、シェフ。ありがとう、シェフ。ありがとう、ありがとう。シェフが撮ってくれてます。シェフありがとう。ありがとう、シェフ。おそらくね、まあボケた。これ撮れるな。オッケーオッケー。あ、シェフありがとう。美味しかった。美味しかったよ。リズリズ撮らす、撮らすやつ。そう、シェフに撮ってもらう。営業中。I got no real reason to worry. My mind keeps on imagining things I know aren't happening. I start to believe that you're still in love with some other has been. Baby, I'm just asking, do you think I'm gonna be the last one?